着なかったらやっぱ寒い、めっちゃ寒い北海道ツーリング開始の3日目の朝ですね。3日目の朝、今はね、昨日美瑛から一気に走って名寄っていうところまで来てますね。海沿いはね、走らずに旭川から40号線をひたすら北上してきた感じですね。なので昨日は400キロ弱走ってる計算になりますね。ご覧の通りにね、夜は雨が降ってましたから、嬉しいことにね、宿の軒下にね、バイクを止めさせていただいてって感じですね。てかもう宿にやっぱりね、バイクがめっちゃ止まってて、僕みたいなやっぱキャンプ道具積んでるバイカーさんも多かったんで、天気予報見て今日は雨だからキャンプやめとこうって思った人が多かったんでしょうね、きっと。僕もそのうちの一人ですということでですね、寒いんでね、朝ごはんをどっかで食べた時にパーカーを1枚着ようと思います。寒いわ、フルメッシュは本当。はい、ということでですね、今日はですね、北の方を見てもらうと分かるんですけど、ちょっとね、晴れ間が見えてるんですよね。なのでこのルートを取ったっていう今回のルーティングなんですけどね、結局いつもと一緒やんっていう、定番の時計回りやんってなりますけど、オトン類風力発電所で、稚内で最北端の証明書がやってるかちょっと分かんないですけど、とりあえず行ってみようかなと思います。稚内経由して宗谷岬、そしてね、前回宿題だった宗谷丘陵を走って、くっちゃろこの湖畔のキャンプ場まで行きたいですね。今日はくっちゃろこの湖畔のキャンプ場、果たしてキャンプできるのかなっていう問題はありますからね。昨日のキャンプ場でかなり人がいっぱいでしたから、くっちゃろこの湖畔のキャンプ場を果たしてっていう感じなんですけど、まああそこ広いからどっかしら多分テントは張れるとは思うんですけどね、とりあえず行ってみようかなと思いますね。まあ宿通のいいところは、時間をギリギリまでね、暗くなるぐらいまで走って距離を稼げるっていうところがいいんですけど、キャン通だとね、そもそも遅くまで受付時間やってないところもありますし、なるべくね、こう早く行って場所をね、取って設営したいなっていうのもありますからね。そこのね、あれなんですよね、お金を取っていろんなところいっぱい走って宿を取るか、まあ、安くコストを抑えるためにキャンツなんですけど、ちょっと時間のね制約があるかっていう、ここはね悩ましいところですよね。もはや毎朝の日課になってますね、セコマで飯を食べるっていう朝ごはんを。2年前ポイントカード作ったんですけど、ポイントカード持ってくるの忘れるっていうね、痛いミスを犯しましたよ。チキンうまいよねこれ。はい、俺たちのセコーマートでしたって感じで、まだ動画に撮ってなかったですけど、毎朝の僕のルーティーンはあれですね、セコーマートに寄って朝ごはんを食べて出発するっていう、近くのねセコーマに寄っておにぎりとカツゲン飲んでたんですけど、だいたいあれが朝ごはんで、今日ちょっとね足りなかったんでお腹空いちゃって、おにぎり1個で足りねえなーってなって、フライドチキン美味しいじゃないですか、フライドチキンのうま塩があれこんなに美味しかったっけと思って、うま塩の味、うま塩をね、うまいっすよねあれ、あれはもうハマるわ多分。俺たちのセイコーマートを後にして、このままね40号線で稚内方面目指していきたいなと思いますね。春間も見えてきてるし、これは天気が回復してくれることを願いますね。すごいですね、今オトイネップ村を通過中なんですけど、見渡す限りね、蕎麦の花だよねこれ、蕎麦畑だらけだ。あー、ちょうど見えないか、今全部蕎麦の花、これとかこっちも。うろ覚えでしたけど、オトイネップって蕎麦の生産量日本一じゃなかったっけなあ。この感じ、この巡航速度といい、追い抜きの感じといい、ベトナムを思い出すよね。大きいトラックの多さといいね、ヒャーってなりながらカーブで走ったの思い出すわ。ベトナムだこれは道の感じといいね、懐かしいな。もう1年前なんですよね。ちょっとまた霧ってきたな、ガスってきたな。この霧なんですよね、この霧、体感的には全然雨は降ってないんですけど、これが蓄積してね濡れるんですよ、ウェアが。このためだけにカッパ着るのっていうのもあるじゃないですか。山越える時の霧のことを考えるとね、ウェアでやっぱちょっとした雨でも濡れないウェア選びっていうのがね、あと靴もね、シューズもですけど、ロンツーはやっぱりアドールの方がいいかな、下にいいぞおじさんとしてはね。さあ、まだまだ寒いですが山入るとね、中着てても寒いんすよ。北海道来てグリップヒーター使ってない時がないですからね、毎日グリップヒーター使ってるよさあ、このまま一気に行っちゃいましょう。さあ、232号線出てきましたよ。
これまっすぐ行ったらオロロンラインかな。どっからオロロンラインなんだろう。もうオロロンラインなのかな。オロロンラインっていうワードを今出しすぎて、オロロンラインってうまく言えてるかが不安なオロロンラインです。さあとりあえず手塩っていう町ぐらいに入ったらね、給油しようかなと思いますね。やっぱり SR 君だと航続距離がねすごい伸びるから、ここ2日間ぐらい の、 北海道上陸してからのね下だけの燃費をね記録してるんですけど、37とか36あたりで推移してますね。35キロ前後以上でね推移してくれてるので、航続距離的に言うと300キロ以上軽く超えますからね。リタ30でも360走るから、ざっと計算してもね、まあ、300キロを目安にいつも給油してるんですけど、赤いフラッグをゲットしたところからちょうど300キロぐらいですね多分給油すると。ということで青のフラッグ売ってるかな。こっからもうほぼ青エリアですから、まあ青いフラッグをゲットしつつって感じですね。お、デューク、ダブルデューク、北連。お、めっちゃバイクいる。あるかな。よいしょ。青色ゲット。やったぜ。ブルーエリア。今年は北海道の形になってるんですねって黄色を集めた時に言ったかもしれない。で、今のところ順調すぎるフラッグ集めですね。こう言うとね、フラグが立ちますよね、旗だけに。はい、さあ見えてきますよ、見えてきますよ。このコーナーが来ると右側に見えてくるんだけど、風がめっちゃ強い、やばい。あー来たね、来た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 。 GoPro だと見えないですね。 GoPro だと広角すぎて見えないやつですね。このコーナーを曲がると来るんですよ。いやー天気やな、2年前快晴だったね。こうやって考えるとちょっと雲が多いけど雨じゃないからよし。おー風強い。いやーいいね、でも曇ってても北海道は壮大ですよね。ちっちゃいの早くね。それぐらい風強いですよ今日。早い早い早いな、回るの早いな。ちっこいの、あれちっこいのあったっけ、前なかった気がする。これがオトン類風力発電、動いてないのはなんで動いてないんだろうね。稼働停止中とかなのかな。お、あの風が強いのと、ここダンプが多いんですよね。工事のダンプが過ぎた後のこの風がすごい。こう都会でね廃れた心をね、北海道に来てこう心と命の洗浄をしに来てる感じ。北海道ツーリングってほんとそういう感じ。なんかね、もう心がね綺麗になってね、東京じゃないや横浜か、今は横浜の方に帰れるんですよ。だから毎年1回はね、やっぱね夏はね北海道来た方がいいな。これはすごい心穏やかですもん今。よいしょ。残念ながら曇ってるけど、今日めっちゃ発電できてるだろうな、風強いから。めっちゃ発電できてるだろうなこれ。雲の流れめっちゃ速い。ちょっと写真を撮ったら行こっかな。いやー本当だったらね、こう利尻富士が見えてね、綺麗に景色がいい道路なんですけど、曇ってるから。でもね晴れ間もあるんですよね。雲が多いなーっていう、ちょっと残念だなーっていう。でも普通に考えると右側も絶景ですからねこれ。すごいね、田園地帯なのかなこれは。湿原地帯って言った方がいいんですかね、草原が広がってて。なんかもうこの草原に感動しなくなってきてるあたりでもう体勢がついてきちゃってますよね。あの絶景体勢、初めて北海道来た時のあの感動は一体何だったんだろうみたいな。まあ心がね綺麗になってるなっていう感じはあるからね、やっぱこういう景色を見に来るのは大切です。よー風が、こう GoPro じゃ絶対わかんないと思いますけど、直線すぎて下のこの道路の風景と上のね空の風景がね同化してるんですよね。
カゲロウって言うんだっけ、こういうこと。蜃気楼か、蜃気楼かな。いやー、海荒れてるね、汚いね、すごい荒れてる。微妙に見えてきた利尻島が微妙に見えてきたんですけど、もうね曲がっちゃうからね、こっから。さよなら利尻島、いつか行ってみたいですね。やっぱりこう1ヶ月とか2ヶ月ぐらいがっつり北海道回りたいですよね。なんだろう、時間の制約と会社に縛られたくない仕事がしたいな。自分の裁量でもう生活していくみたいなね。で、気ままに空いた時間は旅に出るっていう、まあ、人生いろいろあると思いますけどね、なんかそういう生き方もありだなって最近ちょっと思うようになりましたね。ほんと会社に通う毎日って何なんだろうってすごい思ってますよ。リシュリー、あ、でも結構雲晴れてきましたね。ふぃー、あざーす。晴れてくるとテンションが上がってくる。ふぃー、あざーす。もうここの丘でさ、すごいもんね、すごいよここの丘で。さあ、いよいよ稚内市内に入りますね。さあね、日本最北端稚内駅、ここでもう線路が終わってるんですよ。で、この駅ビルに併設されてた観光案内所でついにゲットしました。日本本土4極最北端宗谷岬、あ、令和元年になってますね。あれ、今までのやつどうしてたっけ。ちょっと家帰ったら確認しましょうか。さすがに今回は持ってきてはないので。宗谷岬ということで、あと左上ですねこれ多分。ということで残り1枚になりましたね。